がお泊まりする旅館ですね。古びてるけど立派な建物じゃないですか。意外と時間かかったな。結構山奥だなここ。だからこそいいんですよ、こういう秘湯みたいな雰囲気が最高じゃないですか。ねえ名探偵ミヤミヤさん、苦労して見つけ出した温泉だからね。これからも私の手足となって働く女子たちをねぎらわないと。よっ、さすが名探偵、見事な人心掌握術ですね。手足となってっていうのはなんか引っかかるけど、まあありがたい話だよな。ちなみに今日はブレコーだからね、みんなどかどか楽しんじゃおう。はーい、思う存分暴れ回りましょう。大丈夫かなこいつら。旅館からどなたか出てきましたよ。ようこそいらっしゃいまし。私、当旅館の女将を務めます天宮優子と申します。ああ、これはご丁寧にどうも。名探偵助手の葉山瑞希です。ところで、どこかでお会いしたことありましたっけ。いいえ、今回は初対面という設定です。余計なことは言わないように優しさの裏に厳しさを持ったおかみさんですねそれほどでもないですか。で、名探偵と愉快な下僕たち様ご一行ですね。おおむね合ってます。そして俺は同じく助手の堤京介です。ずいぶんとお若いおかみさんですね。ええ、私は若さが売りとなっておりますでも言うほどお若くもないような。どちらかといえば名探偵や私の方が。ブツブツ言ってるんじゃないわよお嬢ちゃん。人が笑顔でいると思ったら言いたいこと言ってくれちゃいますね。いいですか、人の感情は必ずしも表に出るものじゃないんですよ。どこかで聞いた教えですね。改めて肝に銘じておきます。はい、よくできました。見事な教育だ。この旅館の従業員もよく訓練されてるに違いないな。もちろんサービスはバッチリです。自慢の岩風呂がありますので、ぜひお食事の前にご堪能いただければ。それでは失礼いたします。うむむ。え、どうしたんですか名探偵、さっきから黙り込んじゃって。助手の葉山くん。はい。あの女将が犯人だね。まだ何も起こってませんよ。でも名探偵が温泉に来てるんだからね、カモがネギしょって来るようなもんだよ。殺人事件の一つや二つは起こるでしょう。なんか微妙に違うようなというか、むちゃくちゃな理論ですね。とりあえず名探偵の直感だから無視はできないな。一応あの女将を調べておこう探偵女子の血が騒ぐぜ。はい、堤先輩、あなた別の意味で美人女将を調べようとしてますね。なぜそれを。葉山、いつの間にそこまでの推理力を。推理しなくても堤先輩の緩んだ顔を見てればわかります。チェ、葉山も余計な知恵をつけたな。犬だった頃は可愛かったのに。ワンワンって違いますよ、私は昔から人間です。おやおや、珍しいね、この旅館がこんなに賑やかなのは。あれ、ここのお客さんですか。まあね、何年も通ってる常連さ。でも今日みたいな状況は初めてだよ。どういうことです。いや、ここはひなびた旅館だからね、お年寄りか俺みたいな物好きしか来ないんだよ。若い人、特に若い女性が来るのは本当に珍しい。それも二組も。つまり他にも若い女性客がいるんですね。ああ、この人はもう。ああ、若い OL さんたちだよ。二人いて、一人は可愛いけど取り返しのつかない貧乳さんだったね。ただし。ただし？もう一人は美人でとんでもない巨乳、おそらく90を超えてると思うよ。90超えですか、もう少しでメートルじゃないですか。実在するんですねそんな人。しかもメガネっ子だ。なんてことだ、俺実は前の彼女がメガネっ子だったんですよ。ほう、君はなかなかいい趣味をしていると見える。どうかな、
今夜一緒に酒でも酌み交わさないか。なんだかあなたとは他人のような気がしませんね。喜んでお付き合いさせていただきます。名探偵ミヤミヤさん、ここで嫌な感じに友情が成立してるみたいですが。ああ、放っておいてあげて。ツーツン後で殺されちゃうから。今のうちに喋っておかないと出番がなくなるもん。そんなことバラしちゃダメですよ。いいからさっさと中に入ろう。温泉が私たちを待ってるよ。そうでした。はーい、温泉温泉。探偵業、それは常に殺伐とした事件に立ち向かう厳しい仕事だ。事務所のボスとしてはたまには助手をねぎらってあげないといけない。そう考え、私は助手の葉山くんとツッツンくんを連れて山奥の旅館へやってきた。しかし、いきなり登場した怪しげな女将に軽薄な常連客。この時から悪い予感はしていたけれど、まさかあんな忌まわしい事件に巻き込まれるとは。いえ、堤先輩が殺されるんでしょ。さあ、では行ってみよう。今回はアナザー編だから、いろいろおかしなところはあるけど、笑って許してね。はあ、勢いでごまかそうとしてます。 F ドラマ CD 夏スペ、名探偵ミヤミヤ温泉旅情デスペラード編。一体何ですかそのタイトルは。ノリで楽しんじゃえばいいんだよ。気にしない気にしない。 なんて勢い任せな。驚くのはまだ早い。お楽しみはこれからだ。では始まるよ。私、露天風呂なんて初めてですよ。楽しみだな。ここの温泉は美容にもいいらしいよ。私がこれ以上美しくなっちゃうなんて考えただけでも恐ろしいね。名探偵のその考えが恐ろしいですけど。さあ、早速使ってこようか。ツッツンくんはちゃんと縛り上げてきたよね。もちろん抜かりなしです。厳重に縛って逆さに吊るしておきましたから。それ死ぬんじゃない？大丈夫です。探偵女子は複雑な動機のある殺人犯以外には殺されませんよ。そういう訓練を受けてます。うん、それもそっか。数少ない出番がさらに減ってかわいそうだけど、気にせず楽しんじゃおう。はーい。わー、湯煙がすごいですね。まさにこれぞ温泉だね。おや、誰か先客がいるみたいだよ。じゃあ、失礼します。どうぞ。あらあら、可愛いお嬢さんが二人も。どうも、こんにちは。私の推理ではさっきの常連客さんが言ってた OL さんっていうのがこの二人だね。そんなもん私にだってわかりますよ。名探偵、疲れてるんじゃないですか。ホームズにハマった子供みたいだったね。ちょっと反省しよう。なんだか変わった人たちみたいね。そうですね、スミレ先輩。どうかされましたか？いえ、K 先輩に知り合いに似てるなと思って。あら、偶然ですね。私の名前も K って言うんですよ。本当に奇遇ですね。お顔がそっくりで名前まで同じなんて。まったくね。まあ、あっという間に仲良くなったみたいね。ところで、私は麻生すみれ、旅行中の OL よ。こっちは部下のケイちゃん。ケイちゃんです。改めてよろしく。よろしくお願いします。ケイ先輩ってお呼びしていいですか？別に構わないわよ。ケイ先輩が帰ってきてくれたみたいです。で、そちらのお名前も聞かせていただけるかしら。宮村美也子だよ。またの名を名探偵ミヤミヤ。あなたが、あの数々の難事件を解決したような、そうでもないようなで有名な。いや、それほどのものでもあるんだけど。そして私は名探偵女子の葉山瑞希です。ああ、噂には聞いてたけど、探偵さんって実在するものなのね。ミステリー小説にしか登場しないものだと思ってたわよ。ふんふんふん、
探偵なんて実在しないよ。そう名乗ってる連中はいるけど、ただの調査員でしかない。この世に探偵はたった一人。みな、名探偵はこのミヤミヤを置いて他にはない。大体の名探偵がそうやって僕だけが本物の名探偵なんだって言いますよね。さて、じゃあのんびり温泉を堪能しますか。テンションの切り替えが早すぎる。だって名探偵だもん。今回その一言で全部押し切られそうな気がするわ。これは気持ちいいですね。ほんとだね。このお湯なら私の自慢の巨乳もいつもより浮きそうだよ。お、名探偵、なんかまた胸が大きくなったんじゃないですか。そういう葉山くんこそ不自然なくらいに大きくなってきてるっていうもっぱらの噂だよ。いやー、まだまだ名探偵にはかないませんな。すみれさんもなかなかの。いや、まさかこのサイズは、この私を上回るというの。もう嫌だわ、そんなにジロジロ見たら。と言いつつ胸を張ってますね。嬉しいですけど。ちょっと触ってみていいですか。これダメよ、みずきちゃん。にゃん。これは触ってみると思ってた以上に。いやいや、そういう葉山くんも噂通りなかなか立派ではないか。いや、名探偵手つきがよろしいですよ。こうなったらこっちも。いや、葉山くんこそどこでそんなテクニックを。待って、私も混ぜて。ああ、もうごちゃごちゃと、まったく。これはさっき。待て、まだ温泉も食事も堪能してないんだから殺人は待って。そうですよ、あなたは私たちが知ってる K 先輩よりほんのちょっぴり大きいです。誇っていいですよ。いやー、うるさーい。胸の大きさのことで人なんて殺しません。どういうことなら殺すの。そりゃうちの可愛い妹に話しかけたりなんかしたら。いや、そうじゃなくて、殺人なんて考えただけでも恐ろしいですわ。そうよね、ケイちゃんはうちの会社でもおとなしいことで有名ですもの。そうです。それよりほら、せっかく用意したんですし、お酒をいただきましょう。そうだったわね。一度温泉に浸かりながら日本酒をやってみたかったのよ。そちらのお二人もいかが。風流ですね。いただきます。もちろん私も。じゃあ、おいしい。お風呂上がりの一杯もいいけど、これも悪くないでしょ。はい、もう一杯。ありがとう。いいわね、こういうの。今までずっと働き詰めだったから楽しくてしょうがないわ。すみれ先輩は毎日お忙しいですからね。仕事に子育てとずっと大変だったからね。もちろん毎日楽しいけど少し疲れてるかしら。お子さんがいらっしゃるんですか。とてもそうは見えません。よく言われるわ。この若さと美しさは罪ね。息子ですらも時々怪しげな視線を送ってくるほどよ。そうだったかしら。時々息子さんにすら呆れられてたような。レンジも複雑なお年頃だからね、なかなか素直になれないだけよ。平和な頭の持ち主だな。うちの妹といい勝負だわ。さあ、みずきちゃんももう一杯どう。って、もう空になっちゃってるわね。新しいのをもらってきましょう。先輩、それなら私が。いえ、ちょっと寝ぼせちゃってるから、ついでに少し体を冷ましてくるわね。いってらっしゃい。行ってきます。優しくていい方ですね。惚れちゃいそうですよ。残念ながら
スミレ先輩には旦那様がいるからね。あなたの恋は実らないわよ。いえいえ、私は2号さんでも構いませんから。なんて無駄に前向きなの。それくらいのバイタリティがないと探偵助手は務まんないんだよ。そういえば探偵のお仕事って。今の悲鳴は。スミレさんの身に一体何が。速やかに現場を確保だよ富山くん。ゴー。見事に飼い鳴らしてますね。名探偵たるもの、ブリーダーの資格だって持っていて当然だよ。それより私たちも行こう。殺されてなかったら期待外れだよ。わお、身も蓋もない言い方っすね。どれどれ。浴衣がちょっと乱れてるね。お風呂から上がって浴衣を着ている最中にやられたのかな。おお、名探偵が真面目に推理を。まあ捜査を攪乱するのはまだ早いよ。パッと見た感じ外傷はないね。名探偵、ここに何か紙切れのようなものが。何何。朝食、ご飯とお味噌汁と焼き魚、合計4点。昼食、イカとタラコのスパゲッティとコンソメスープで合計7点。どうやら食事のメニューと評価をメモってるみたいですね。面倒なことをする人がいるもんだな。けど事件とは関係なさそう。まい。でも一体誰がスミレ先輩を。いくらメガネっ子が嫌われるからってまさか殺されるなんて。いや、さすがにそんな理由で殺されたんじゃないと思うけど。お客さん、今の悲鳴は何ですか。あ、おかみさん、大変なことが起こりました。あら、まあ殺人事件ですか。困りましたね。うちの営業に響いちゃう。人が殺されてます。またもう手遅れですよ。か弱いふりをしないでください。いいから警察を呼びましょう。被害者の名前は麻生すみれ、1歳。部下と2人で旅行中の OL、 巨乳、メガネっ子か。家族は建築家の夫と地味で目立たない息子が1人。息子の方は別の殺人事件の被害者だが、その後に蘇ってる。この2人には怪しいところはない。すみれさんの死因についてはどうなってたっけ。助手のツッツンくん。後頭部への打撃が直接の死因です。厚手の手帳のようなもので殴られた痕跡がありますね。なるほど、画期的な凶器だね。死亡推定時刻、は聞くまでもないか。悲鳴の直前まで一緒でしたし、私が第一発見者ですからね。となると第一発見者が怪しいか。え？いえいえいえ、悲鳴が聞こえた時は名探偵と一緒だったじゃないですか。どんなトリックを使ったの？それを考えるのがあなたの仕事です。っていうか、私は犯人じゃありませんって。ちぇ、事件解決の新記録が作れるかと思ったのに、推理のやり直しか。おい。おい、待て。はい？ところで、あなたは誰？それはこっちのセリフだ。俺は県警の日村刑事だ。なぜお前たちは当たり前のような顔をして殺人現場にいるんだ。控えおろ。こちらにおわすお方をどなたと心得る。名探偵とか名乗ってるお調子者だろ。すげえ、シンプルな言葉で的確にうちのボスを表現している。ツッツンくん、今回の旅行は自腹ね。しかも大人げない反撃が来た。しっかり積み立て金まで巻き上げたくせに。漫才ならよそでやってくれ。探偵だろうが何だろうが現場に入ってくるんじゃない。融通の効かない刑事さんだね。ヒロ君なら私の好きにさせてくれるのに。ヒロの刑事のことだな。あの男のことは知ってるが、
残念ながら俺は彼ほど甘くない。見ろ、メガネもキラリと光ってる。ほんとだ、いかにも頭が切れそうだ。なんかまた変なのが出てきたなって感じなんですけど。まともなようで一番おかしいっていうパターンみたいだな。ヒロの刑事の方がまだマシっぽい。ブツブツ言ってるんじゃない。いいから警官以外は全員出ていけ。事件なのに現場を追い出されちゃうなんて。あの刑事さんが言ってることの方が正しいんだけどな。何が正しいかなんて問題じゃないんだよ。私が楽しいかどうかが重要なの。私だってメガネキラリと光ってたのに。というか私の死を悲しむ声がどこからも聞こえてこないわね。よよよ。あれ今なんか聞こえませんでしたか。ただの霊界通信だから気にしなくていいよ。ついにエジソンが成功したらしいね。適当なこと言うな。ちなみにエジソンは死後の世界との通信を真面目に研究していたそうです。あー、名探偵さんと愉快な仲間たちさんです。おー、君はヒロ君の部下で父兄の千尋ちゃん。どうして千尋さんがこんなところにいるんですか。実は前のお姉ちゃんの事件で犯人を逃がしたので左遷されちゃいまして、今は日村刑事の部下です。ちなみにヒロの刑事はどうなったの。海外の紛争地帯に丸腰で送り込まれました。生きて帰れるといいね。まあそんなことより、あの日村刑事はなかなか手強いみたいだね。最近流行りのメガネ男子ですし、なかなか燃えますね。でも相変わらずメガネっ子は嫌われ気味っていうのは不公平だと思うのよ。いじいじ。おう、いえいえ、需要はあると思いますよ。いつかメガネっ子にビッグウェーブが来ると睨んでます。俺も嫌いじゃないけどさ、一体何の話続けてんの。とりあえず情報が欲しいな。私の推理に根拠はないから情報収集してるふりくらいはしないと。日村刑事に追い出されちゃったんですね。大丈夫ですよ、情報は私が横流ししますから。おお、のんびりした口調でさらりと上司を裏切りますね。どうせ左遷先の上司ですから。なかなかいい感じに怖い子だね。おお、常連客の人じゃないですか。そういえばまだ名前を言ってなかったね。俺は久世修一と言います。職業は、ま、秘密にしておこうか。私は探偵助手の。君たちの名前はお上から聞いてるよ。名探偵ご一行だろ。探偵がいるところに事件が起きるっていうのは本当みたいだね。起きなかったら自作自演も辞さない覚悟だよ。野放しにできない女の子だね君は。本当に自作自演じゃないだろうな。日村刑事、お疲れ様です。肩でもお揉みしましょうか、それとも何かお飲み物でもお持ちしましょうか。おお、本人の前では飼い犬のように忠実ですね千尋さん。こうしておけば甘やかしてもらえますから。なんだかわからんが飲み物はいい。それより探偵、本当にお前の仕業じゃないだろうな。ちっちっち、刑事さん、名探偵を甘く見られちゃ困りますぜ。私が人を殺すなら暗闇でこっそりやって何の痕跡も残らないように始末するって。誰にも推理なんてできないくらいに綺麗さっぱりと。お前を逮捕しておいた方がいろんな意味で世のためのような気がしてきたが。いや、名探偵さんの言うことには一理あるよ。頭の切れる人間なら手がかりなんて残さないね。まあ本当に頭の切れるやつは犯罪そのものが割に合わないことを理解してるから何もしないんだけど。おい、なんでお前がここにいるんだクゼ。運命かな、俺とお前の。クゼさん、刑事さんと知り合いなんですか。まあね、糸が引いてるくらいの腐れ縁だからもうやったも同然だね。やった、何をですか。まさか友
上の一線を越えちゃったり、はだけた挨拶とか、熱い胸板とか、メガネを加えて迫ってきたりとか。めくるめく妄想の世界に飛んでってるようだな。どうなんですか、クセさん。おっとっと、そいつは想像にお任せするのが生きったもんだよ。千尋、とりあえずこいつを逮捕しておいてくれ。了解です、日村刑事。ではクゼさん、あなたには弁護士を呼ぶ権利があります。黙秘する権利があります。これからの発言は証拠として法廷で採用されることがあります。なんでアメリカンポリス、いや、というか何の罪状なんだよ。もちろん脱衣所での巨乳メガネっ子際 OL 殺しの容疑だ。脱衣所といえば覗き、覗きといえばクゼ秀一。麻生すみれの着替えを覗いていたら気づかれたので殺した。うん、疑う余地がないな。あ、待て、冗談じゃない、俺にはアリバイがあるぞ。ほう、もう逮捕は避けられないが一応言ってみろ。悲鳴が上がった時、俺はおかみの優子ちゃんとロビーで話していたんだ。そうだよな。はい、残念ながらその通りです。いたんですか、おかみさん。神出鬼没がモットーですから。で、クゼさんのことでしたよね。確かに私とお話ししていました。余計なことを。というか、こんな男に話しかけるのはおすすめしないぞ。ですけど、妙に息を荒くして歩いていたので不審に思って呼び止めたんです。なぜ息が荒かったんだ。そりゃ風呂でスミレさんとその部下さんを覗いてきたからさ。お前が疑ったその時にはすでに覗きは済ませていたんだ。よし、よくわかった。千尋、後ろ手に手錠をかけて縄でこの前教えた亀甲縛りにしておけ。後で連行する。イエッサー。しまった、まさか警察が誘導尋問を仕掛けてくるとは。いや、今のは壮絶な自爆でしょう。私たちまで覗いてたら亀甲縛りじゃ済まなかったですね。スコップ一本で新しい温泉脈でも探してもらうところだったね。で、これで有力な容疑者が一人消えちゃったか。おい探偵、もう一度言っておくが、お前の出番なんてないぞ。うん、わかった。それじゃあね。あまりうろうろするなよ。では、俺は現場に戻る。千尋、カマン。はい、日村刑事、お供します。いいんですか、名探偵。あっさり引き下がっちゃって。これも探偵もののパターンだよ。警察の捜査にこだわる刑事も、最後には名探偵に頼らざるを得ない。ま、一種のツンデレだね。なるほど。ほいじゃまあ、日村刑事が出れるまで、飯でも送ってきますか。ほう、つっつんくん、たまにはいいこと言うね。それじゃあ、宴会場に行こう。はい、お待たせしました。お料理の追加です。こちらイノシシ鍋になります。おお、待ってました。今朝近くの山で仕留めてきたばかりの新鮮なお肉ですよ。どうぞたくさん召し上がってください。へえ、おかみさんが自ら仕留めてきたんですか。ええ、山は私の縄張りですから。軽いものです。はあ、おいしいな。やっぱり新鮮な素材は違うね。でも名探偵、ぼんやり飯を食っててもしょうがないですよ。犯人をあげないと俺たちだって容疑者の一人にされちゃうかもしれないし。しょうがないな。じゃあ軽く推理してみようか。助手の葉山くん、情報収集を。あいさー。ケイ先輩、スミレさんっていうのはどういう方でしたか。人に恨まれるような人ではなかったわね。仕事をきっちりこなして、家族も大事にしていたし、巨乳であることを除けば、悪いところなんてなかったわ。そうなると、怨恨の線は薄いか。でも、脱衣所での犯行だしな。何も取られてないみたいだし、物取りじゃないとすると。
通り魔的な犯行でしょうか。温泉の脱衣所に通り魔というのもなかなかシュールだね。でも即座に瑞希ちゃんが現場を確保してるんだよな。私は犯人じゃないですからね。どうして犯人じゃないんだよ。なんで逆切れなんですか。冗談だよ。私は助手を信じてるよ。ああ、はいはい。その不自然に優しい目が嘘くさいです。とにかく、私は犯人を目撃してませんからね。犯行が一撃離脱だったのは確実ですよ。通り魔説もあり得るか。よし、バカラン、お肉をむさぼろ。バカランじゃないでしょ。犯人が捕まらないと、うちの営業に影響が出ます。被害者のことより旅館が大事っぽいね。まあいいけど。最悪久世さんに全ての罪を押し付けるとしても、一応事件は解決していただかないと。うちからも容疑者候補は出せるけどね。そこでなんで俺を見るですか。出所したら幹部の地位を約束するよ。鉄砲玉か俺は。女子が私一人になったらお給金も上がりますよね。一人になることを寂しがれよ。やっぱり推理しなくちゃダメか。めんどいな。人は誰でも死ぬ。だけどその悲しみを乗り越えて生きていくことが大事なんじゃないかな。その前のめんどいながなければいいセリフですね、名探偵。じゃあそこカットしといて。これはテレビでもラジオでもありません。ともかく情報が足りませんからね。怨恨じゃないとすると現場の状況からヒントを得るしかないですね。そうだね。明らかにやる気ないな。俺もう一遍千尋ちゃんに話を聞いてきます。あ、そろそろ現場検証も終わる頃ですね。え、もう終わりなんですか。お風呂が使えないと困りますから。それこそ営業妨害ですね。なるほど、がめついですね。いえいえ、お客様に満足していただくためですよ。まあとにかく現場のことも聞けそうだな。ちょっと行ってきます。はいはい、行ってらっしゃい。意外に四国自身ですね、つむ先輩。貴重な巨乳メガネっ子が葬られたから頭に来てるのかもしれないね。さて、下僕が働いてる間に私は肉を。こっちはとことん仕事不熱心ですね。ま、いつもこんな感じですが。おかみとしてはお食事を堪能していただいた方が嬉しいですけど、もっとお料理追加しましょうか。うん、じゃんじゃか持ってきていいよ。追加料金は県警につけといて。どうせ後で私に依頼してくるから経費ってことにしよう。だーじゃ、高いものから順に持ってきますね。本当にがめつい。いえ、経営者の鏡ですね。うちも商売ですよってに。それではお料理を用意してきますね。しばしお待ちを。あの人怪しすぎて逆に怪しくない感じですね。そう思わせるのが奴の手じゃないかな。叩けば埃が出る体なのは間違いないね。なんか最初からおかみさんを疑ってかかってますね、名探偵。あのおかみは私が倒す。で、別に挑まれてないでしょ。なんかついていけないわ。私もう一度お風呂に行ってきます。ありゃー、 K 先輩まで行っちゃうんですか。寂しくなりますね。ちょっと一人になりたい気分だし。そうですよね。すみれさんは上司ですもんね。すぐに戻ってくるわよ。それでは失礼します。K 先輩大丈夫でしょうか。ふむ、 K ちゃんか。あの K ちゃんとは別人だけどいい子みたいだね。助手を補充する必要もあるし、スカウトしてみようかな。それなら私にお任せを。必ず口説き落としてみせます。違う意味で口説きそうだけど、まあいいか。さてそろそろかな。お、あよし来た、ヘモくん。っていうか私もさっさと行くか。お肉はまた注文すればいいし。ヘモくん状況は。
そうなるって言ったじゃん。また身も蓋もないことを。探偵は事実だけを口にしないとね。それはともかく、まずは現場を調べないと。今度の現場は露天風呂近くの岩場か。堤先輩、こんなところで何してたんでしょう。外傷は見当たらないね。さっきと同じ後頭部への一撃とかかな。しかしまあ、探偵女子のくせにあっさりやられましたね。でも、ツッツンくん、復讐は何も生まないよね。ちょ、待って、犯人は見つけてくださいよ。私たちは今、悲しみを乗り越えました。乗り越えるの早っ。うん、よし、とりあえず現場の状況は記憶に焼き付けたよ。すぐに警察が来るだろうから、その前にずらかろう。あやいさん。ねえ名探偵、今度こそ本格的に動くんですよね。第2の被害者が出ちゃったからね。そろそろ名探偵の出番だよ。とりゃ！みんなと入るのもいいけど、広い温泉を独り占めっていうのも悪くないね。さてさて、今回の事件だけど、まだ私の直感は何も教えてくれないな。やはり情報が足りないか。ツッツンくんは最後まで役に立たなかったな。せめて犯人のボタンを引きちぎるとか、そういう根性を見せてくれたらよかったのに。すげえ無茶を言ってるよ。殺された可愛い部下を悼む気持ちがみじんもない。はーい、幽霊が偉そうなこと言わないように。あとこっちが見えてないだろうね。大丈夫、ちゃんとこの女子さんの目は私が塞いでるわよ。安心して。ありがとう、被害者その1さん。もしかして私も名前忘れられてる。名探偵にとっては被害者なんて記号みたいなもんですからね。とにかくツッツン君が物の役に立たなかったからな。しょうがない、次の犯行が起こるのを待つとしようか。キラーン。へなんです、何が起きてるんです。名探偵がお湯の中に沈められてるわ。犯人はプロレスラーみたいなマスクをかぶってて、誰だかわからない。解説お疲れ様。っていうかこのままじゃ名探偵が殺され。あ、いなくなった本は世のためか。ん、見て助手の人。おお、あの人はまさか。引きなさい。私としては犯罪者を突き出すような真似はしたくないの。ちぃ、助かった。はあ、やれやれ、まったく無様なものね、ミヤミヤ。あれれ、私を忘れたとは言わせないわよ。そのマントは、まさか、あなたは、あのケイちゃんなの？気づかないのも無理ないわ。実は、特殊シリコンで胸を底上げしていたからね。え？底上げしてもそんなにしょぼいの？お前を殺す！わーお！探偵業を始めて以来の危機だね。全然怖がってないわね、あんた。つーか、なんで私を助けてくれたの？別に助けたわけじゃないわよ。ただあんたを倒すのは私だからよ。さすがツンデレだね。まあ今回は何の準備もしてないし、見逃してあげるわ。ちゃんとした犯罪であなたと対決したいもの。ってことはケイちゃんはこの件には関わってないんだね。残念ながら偶然居合わせただけよ。せっかく身分を偽って働いてたのに台無しだわ。胸まで偽ったのにね。旅館ごと爆破したくなってきたわ。でも千尋ちゃんがいるよ。そうだった、くぅ、よりによってあの子がここに転勤してきてるなんて。危険はないのかしら。大丈夫だと思うよ。だって事件はもう解決だもん。
千尋ちゃんだよ。おい、もっともったいぶれ、前触れもなくそんなことを言うんじゃない。せっかく関係者一同を大広間に集めたのに。犯人はこの中にいるとか、じっちゃんの名にかけてとか、そういうのはないんですか。うちのおじじは二人とも真っ当な小市民だったもん。犯人がこの中にいなかったらルール違反だし。今度決め台詞を考えておきましょう。だがなぜ千尋が犯人だと分かったんだ。証拠があるのか。そんなもんあるわけないよ。あとは警察で追い込んで自白させるんだよ。全力で警察に投げるな。まあこれがうちの名探偵だからね。実際のところ犯行現場に残されていた食事のメモとか凶器の手帳で丸分かりでしょうけど、私たちとしては犯人が見つかれば何でもいいわよね。ですね。ところでスミレさん、殺された者同士必要以上に仲良くなりませんか。残念ながら私は人妻ですので。だからいいんじゃないですか。まあそんな情熱的なアプローチをされたのはさすがに久しぶりよ。あの、犯人の私を置いて話を進めないでほしいです。お前が犯人で確定なのか。そんな子に育てた覚えはないぞ。千尋ちゃん、なんだって俺の恋人スミレさんを。はい、そこどさくさに紛れて事実と異なることを言わないように。探偵助手として見過ごせません。チェ、どうも俺は今回ついてないな。ご愁傷様です。でも確かに動機が気になりますね。千尋さん、どうしてあんなことを。だってレンジ君のお母さん私より胸が大きいから。何度か繰り返された胸の話って、これの前振りだったのか。無駄のない展開だね。だけどここまでだよ千尋ちゃん。残念ですね。次はレンジ君のお母さんの次に胸が大きいあなたがターゲットだったのに。あ、だとしたらなんで、つっつん君を。今俺の名前を忘れてやがったな。あれはついでです。女風呂に近づこうとしてるうつけ者さんがいたので軽くやっちゃいました。ああ、だったらその件は罪に問わなくていいや。俺何にも報われねえ。そりゃケイちゃんが入ってる風呂を覗こうとしたけれどもさ。そういえばケイ先輩がいらっしゃいませんね。多分休養ができたんだよ。それより犯人も事実を認めたよ刑事さん。こうなったからには仕方ない。千尋、一緒に署に来てもらうぞ。嫌です、行きません。反抗期。誰も動かないでください。動いたら眼帯を外します。なんだと。千尋ちゃん、本気なのか。それは、それだけはやってはいけないわ。千尋さんが眼帯を外すと何が起こるんですか。レンジから聞いてるわ、あれを外すと。待て千尋、早まるんじゃない。ねえ、誰か教えて。何が起こるの。みつきちゃん、慌てることはないですよ。今すぐわかりますから。そうはいかん、今だ。全員突入せよ。動くな千尋。日村さん。前回のヒロの刑事のように犯人を逃がすわけにはいかないからな。こんなこともあろうかと確実に捕らえるためにさっと待機させてあったんだ。ん、どうしたおかみ。というか、お上の酒代を少し削れば窓ガラスぐらいグロスで買えるでしょう。お酒は命の水なんです。ないと生きていけません。そんなことより、どこの世界に特殊部隊を突入させる音声殺人事件があるんですか。ここにあるじゃないか。ああ、仕事ができる男って素晴らしいですね。いや、
この場合は加減を知らないって言うんじゃないかな。なんだ、まだいたのかくぜ。お前が手錠と腰縄で拘束してるんだろう。っていうか真犯人が捕まったんだから俺の無実も証明されただろう。それはそれ、これはこれだ。覗きに加えて殺人の共犯でお前を逮捕しておく。何のためらいもなく冤罪を食らわせてくれるね。あるいはお前がクゼでなければここまでしなくても済んだかもしれん。だがあいにくお前はクゼだった。もしお前がクゼじゃなかったら友達になれたのかもしれないのにな。日村が何を言ってるのか微塵もわからないんだが気のせいか。この刑事さんだいぶ変ですからね。何かのトラウマとかで頭がやられてるのかも。だから犯人の私を置いて話を進めないでください。特殊部隊ごときで私を止められるか試してみるがいいです。望むところだ。さあ始めるか。おお、無駄に緊張感が高まって、つうかなんでこんな大げさなことに。巻き込まれると死にそうだから逃げようかな。ちょっと待った。おっと、ちょっと待ったコールだ。ごめんなさい。で、残念だがクゼ、今時このネタは通じんぞ。時代も変わったものね。ああ、もういちいちちゃちゃを入れるのやめなさい。進度計参上よ。おお、とっくに逃げたかと思ってたよ。ケイ先輩、相変わらずなんてキュートな。お姉ちゃん、なんですか、いいところなのに。千尋、ここでやり合ってもいいとこ相打ちよ。やめておきなさい。参ったわね、姉妹揃ってミヤミヤに破れるとは。さあこっちに来なさい千尋。お姉ちゃん。はいはい、よしよし千尋、さっきは乱暴しちゃってごめんね。うん、私こそこんなに簡単に見抜かれるなんて。今回は千尋の負けよ。でも次でリベンジすればいいだけのことでしょ。はい、名探偵たちと日村刑事、それにクゼさんは必ず倒します。また俺の名前が意外なところに出てきたね。ではポチッとな。眩しい閃光手榴弾か。みんなの目をくらませて脱出する気ね。それにしても実況解説役なんて嫌だわ。くそ、逃がしたら俺まで左遷されるじゃないか。名探偵なんとかしろ。事件の後はいつも虚しい。ダメです、うちのボスもう締めに入ってます。何？ではまた会いましょう、ミヤミヤ。はぁはっ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 は。ドン！さらばです、ミヤミヤさんたち。ドーン！後で修理代送ってくださいね。いやもう何が何やら。今回の事件も私の活躍で解決を見た。だが進藤圭に続き、その妹である進藤千尋という新たな宿敵の登場。嵐の予感に身が引き締まる思いである。そしてお肉も美味しいのである。ところでこの名探偵は犯人を捕まえたことあるのか？リク、さあ、一回の助手の身ではお答えすることはできません。ねえねえ葉山くん。はい。怪しげな館に温泉と来たから、次は動く密室とかどうかな。あやいさん、特急の切符を手配しておきますね。よろしく。それとおかみ、料理の追加をもっと持ってきて。推理したら疲れちゃったよ。はいはい、あんまり役に立たなかった気もしますが、商売はちゃんとやりますよ。急いでね、まだまだ食べ足りないよ。俺もクゼを署に連行しないと。じゃあな、探偵。はいよ、バイバイ。あ、そうだ、おかみ、ちょっと待った。はい。私は誰の挑戦でも受けて立つからね。いつでもかかってきていいよ。あらあら、
何のことかわかりませんが、一応心に留めておきましょう。そうしといて。じゃ、お料理よろしく。はい、少々お待ちくださいね。今回はまあこんなものですか。さすがは名探偵、私たちの暗躍にわずかながら感づいてるようですよ、ユウ君。そのようだな。すべての事件の裏にある真実に奴らが気づいたとき、どんな反応をするか楽しみだ。私たちの計画に気づいたところで、彼女たちが何かできるわけでもないですからね。あの名探偵にすら、俺たちの壮大な計画と目的を阻止することはできないだろうな。まったくです。いや、裏とかないですし、めっちゃ個人的な犯罪でしたよ。陰謀の影を感じつつ、次回ついに名探偵ミヤミヤは完結を迎えます。レンジに続いて蘇った私も謎の美しき大泥棒として再登場しますよ。そして名探偵の過去を知るジャーナリスト堤京介の華麗な恋の行方にも注目だ。バカ言わないでよ。私とミヤミヤの宿命のライバルの決着が一番面白いところでしょ。いえいえ、私のような地味な人が案外おいしいところを持っていくんですよ。みんな若いな。私とユウ君、そしてあのお方のことを恐怖とともに知ることになるの。そんなわけで最終回、名探偵ミヤミヤよ永遠に、音は初超特急を追いかけろをお楽しみに。はーい、皆さん揃って嘘予告とかやらないように、今度こそ締めにしますよ。ではさようなら。さようならとか言っておきながら、もう帰ってまいりましちゃいましたよ。 F A Fairy Tale of the Two ドラマ CD 夏スペキャストトーク。どうしたの、何か面白いことあった？帰ってきましたね。なんか間違えた、意味間違えた、大丈夫だよね。そいやそいや、アフレコに参加してくれたみんなで楽しくトークしちゃいますよ。テーマについてごっつ楽しく語ってくださいね。今回のテーマはじゃじゃん、温泉の思い出。このクソ暑い真夏に熱い温泉話を聞いて逆に涼しくなっちゃってくださいね。温泉宿での思い出でもいいですよ。温泉入らずに徹夜で卓球やってフラフラになって帰ってきたとか、どこどこの温泉のどんなお風呂が好きですよとか、もうみんな全然聞いてないですけど、でも OK です。皆さんの楽しい思い出を教えてくださいね。ではキャストトークスタート。スタートだよ、ワオー。ぼちぼち行くんですけど、結構オフシーズンに行くことが多くって、うん、でオフシーズンに行くと外人さんの団体さんがいっぱいいるわけですよ。うん、で私結構その温泉宿に行くときに、まあそこの浴衣、寝る時の浴衣とかも着るんですけど、自分の浴衣も持ってったりするわけですよ。可愛めなやつをね、帯も持ってね。うん、でそして、朝食をそれで食べてて、そしたらちょうどチェックアウトの時間と重なって、その外国人の団体さんが写真を撮らせてくださいっていう話になったので、写真撮りましたっていう、よかったよかったっていうことだと思いますけど、眉毛描いといてよかったって感じの。そんな珍しい思い出がございます。はーい、っていうことでした。新藤契約、聞いてる？新藤契約、桜井美玲です。ですね、うち家族で毎週、日曜日は旅行とか行ってたんですけど、温泉が大好きで、いろんなところ、お金持ちだよ。いや、貧乏なんだけど、温泉ってね、話していい？行ってたんですよ。で、子供の時に、
まあいろんな、その、いろいろ地方に転勤でいろんなとこ行ってたんですけど、岩手県に住んでたことがあるんですね。で、ある日ですね、岩手県の、本当に岩手山って山があるんですけど、その山の中腹にある、なんかあの、結構隠れた温泉宿が、宿っていうか温泉があって、そこに行こうって話になって行ったんですね。で、まあ山の中だから、一本道しかないんで迷わないんですけど、もう、まだ本当にどこにあるかわかんないくらいから、硫黄の香りが、すっごい、もう車の中まですっごいプン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 に寄ってくらい、すっごい濃い温泉だったんですよ。で、行ってみて、ほら、普通に蛇口をひねったりすると、普通お湯が出てくるじゃないですか、体洗うところ。そうだよ、ね、でもね、でもそこの温泉は、蛇口をひねると、硫黄の温泉が出てくるの。そう。もう、だから、湯船に使っても、蛇口をひねっても、硫黄の香りなの。で、みんなでわーって使った後に、さあ出ようと思った時に、上がり湯がないんすよ。そう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 。で、上がり湯がないから、みんなして硫黄の香りをプン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 させながら、うちに帰って、はい、車の中が1ヶ月くらい臭かったです。はい、以上。堤京介役の白木翔ですもうキャーつくる温泉なもうこれいい思い出しちゃったんだけどねもうずいぶん前なんだけどもね何人かでまあごしちゃごしちゃと温泉行ったわけですわ若い頃にねうん。その話は長いね。パパッとほら温泉って貸し切り温泉ってあるじゃないですか、はい、貸し切り風呂っていうの、うんうんで、まあ、男女ごちゃごちゃっと言ってたからね。貸し切り風呂、貸し切り風呂。みんな盛り上がってるわけさ。頭悪いから。そんなこと言わないな。で、まあ、当時のこう、あ、この子的な人にこう、誘って。貸し切り風呂行っちゃって。行っちゃって。あ、二人で行っちゃって。行っちゃった。もう、その後はもう、これじゃ言えない。これ以上は言えないよ、もうあともう想像に。話を選んできてくれたから。これ使えない使えない。あ、使えないんだったら、あのね、埼玉の奥秩父の方に行って、男湯と女湯が本当に竹垣一枚分ぐらいで仕切られてて、俺向こう光が漏れてるんじゃねってこう竹垣に目をカーって近づけたら、物の見事に向こうが見えて、そっと君を見つめていました。以上です。かけるさん捕まんなくてよかったですね。新藤千尋役の牧泉です。みんな、とっさによくいっぱい喋れるのね。ですね、名前忘れちゃったんですけど、北海道のどっかの湖のほとりをこう掘ると、そこに温泉が出てきて、入れるとこがあるらしいですよ。ちっちゃい頃の写真で残ってるんですけど。非常に楽しかったみたいで、記憶に残っているので、名前調べて行ってみてくださいね。では、みずきちゃん。すげえ、ちひろ先輩に呼ばれるとテンション上がりますね。葉山みずき役のあぐみおとです。おっとさん。イエスイエスイエス。おっとせいじゃねえよ。おっとせいじゃねえよ。お父さんでもねえよ。まあいいんですけど。温泉ですね。実はちょっと前のドラマ CD、F のドラマ CD で、実は温泉にみんなで行きたいから企画しようと思ってるんですとか言ったんですが、ちょっと忙しくて予定が立てられなくてみんなで行けなかったので、今度こそ行きたいっすというわけでみんなでぜひ行けるように頑張りましょうというわけで、あぐみおとでした。じゃあ、ダーリン、あ、どうもお疲れ様です。久世修一役をやらせていただきました。アキレス腱です。お疲れ様です。テーマが温泉の思い出ということなんですけど、温泉って結構行きたいと思う割になかなか行く機会がなかったんですけど、僕が養成所時代の、最後の時に仲が良かった4人くらいで温泉に行ったんですけど、男4人だととてもつまらなかったっていうだけの話ですね。あ、でも将来のことについていろいろ語れたいい時間帯だったなと思いました。彼らはみんな元気にしているんでしょうか。いや、まあ会ってるんでしてるんですけど、まあそんな感じですね。以上でした。どうもお疲れ様でした。というわけで、はい、次行きますよ。はい、麻生すみれ役の山田奈緒です。イエーイ。はい、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 お疲れ様でした。めんどくさいっすか。
だいぶ疲れてんのかなみたいな。最後の最後のね、あの連鎖がすごく心が折ったね。はい、そしてね、みんな勝手に喋ってますが、はい、温泉ですかね。はい、友達で3人で行ったことがありまして、まあ、あの、女の子ですよ。はい、女の子3人で行った時がありまして、まあ、3人寄れば、なんとやらですよ。まあ、うるさいうるさいで、あの、ねえ、本館と別館ととか、今いっぱい温泉宿に行っても、いろんなところに何個も何個もお風呂があったりするじゃないですか。で、全部入ろう。行って入って、帰ってきてお茶して、また入って、ご飯して、入って、寝る前に入って、朝起きて入って、出る前に入ってをしたんですけど、その時に、あまりに声がでかくて、あの、他のお客さんがいつの間にかいなくなって全部貸し切りになりました。でもそのことを気づいてなかったの。気づいてなくて、4つ目か5つ目かを入った時に、たまたま階段が登って上にちっちゃいお風呂があった時に、こう、あ、ちょっと私も、あの、とってものぼせちゃいそうだから水を飲んでくるって言って一回下に降りて、もう一回登ろうとした時にものすごい大音量で声が聞こえてきてこりゃ誰も上がってこないはずだと思って、でそのまんまずっと貸し切りな状態の温泉旅行をしました。まあそんな感じですか。はい、はい、はい、というわけで次は今回すごい刑事だったゆうさんです。ですね、前回出番のなかった日村雄役の前回出番のなかったミル中将です。はい、前回出番がありませんでした。まあそんなことはいいんですけど、温泉ですよね。その有名な温泉とかってなかなか行く機会はないんですけど、東京にもね結構その湧き出してるところがいっぱいあるみたいで、うちの近くにもあるんですよ実は。でそこ源泉かけ流しっていうの、そう都内都内っていうところにありましてですね、そこにそのまんまジャバジャバジャバ、また戻ってこない、かけっぱなし、そうかけ捨てかけ捨てじゃないんだけどね。まあまあそういう感じなんだけど、そう、そこでね、まあ、回数券とかを買ってですね、通ってますよ、大好きです。はい、今もです。はい。でですね、まあね、若かりし頃はね、温泉といえばみんなね、あの心をリフレッシュするためとか、そういうのでまあ入ってましたけどね、最近はですね、本当に老いた体をですね、あの癒すために、肉体を癒すためにお湯に使っているというね、はい、まあそういう。当時だね、ほんとね。もうほんと通いたいなと思うぐらい好きなあれですね。あの使った時の第一声がね、もう親父くさいんだよね。ああ、ね、熱海の温泉付きなマンションとかにさ、いいねそうそういう感じでね、あ、来てよ、買ってないけど。まあそんな感じでね、次の方にはね、そのお湯に使った時の色っぽい第一声を披露していただきたいなと思っております。次の方どうぞ、第一声よろしくね。そういうそういう声だよ、温泉入ったらさ。はい、どうも、天宮祐子役の山田優奈です。あんまり温泉行ってなくて、今日のドラマ CD の中でスミレさんがこうお酒を飲んでたじゃないですか、あれがやりたいなって思います。どこまで酒だ、どこまでも。はい、以上山田優奈でした。はい、というわけで全員終わりましたか。え、ヒロ先輩は、説明しよう。してください。今日はね、ちゃんと台本持ってください。ケイスケ先輩、今日はもう来てません。もうバックレて一人でまた割りしてます。また割りね。あ、あれあれあれ、そういえばバカレンジは、前回から死んだふりしたまんまみたいです。へぇ、かわいいからね。まあいいか、大して目立つ子でもないし。はい、さてさて、いろんな話が聞けてとっても楽しかったですね。さてさて、なんとびっくり、 F が再びテレビアニメになって帰ってきちゃいますよ。パフパフ、頑張ってね、私と黒いお姉さんの若かりし頃の話が中心みたいなので、楽しみにしておいてくださいね。では最後の挨拶、みんなでいきますよ。